ミラガイアはステゴサウルス科に属する恐竜の属の一つ。ジュラ紀後期に生息した。名は発見場所のポルトミラガイア地区に由来する。17個を超える頸椎からなる長い首が特徴である。ガイアはギリシャ神話で地球の血身であり、オリンポースの神々の母とされ、ミラガイアは素晴らしき地球という意味である。全長は5.5メートルほど。椎骨タイプ標本は、 リスボン県のローリニアン博物館に所蔵された ML433 である。ほぼ完全な大前部の骨格から構成されており、分部の大部分15個の頸椎、肩体、前肢の大部分13個の骨質板が含まれている。この頭骨はヨーロッパ産の犬粒類の頭骨としては初めて発見されたものである。ML433 は ローリニャン層のソブロールユニットから産出した。2009年に、オクテイビオ・マテウス等により記載され、首相名ロンジェコレムは、長い首を意味する。同じ層からは、妖体の骨盤の一部、椎骨の一部が発見されているが、これも本種とされている。分岐学的解析によると、本属は、ステゴサウルス赤の姉妹群である、ダケントルルス赤に属する。 復元図最も大きな特徴は17以上の頸椎で構成された長い首である。これは、腱竜類では最も長いもので地表に近い植物を食べていたという従来の腱竜類に対する見方とは対照的である。また、ジュラ紀後期のほとんどの流脚類における頸椎数は12から15であり、本属に匹敵する数の頸椎を持っていたのは、 中国産のエウヘロプスマメンチサウルスをメイサウルス等のみであった。この首は高所の植物を食べるため、または生選択により進化したと考えられている。竜脚類においては首の伸長は3段階を経て起こった。1段階目に脊椎が頸椎へ移動し、2段階目に新たな頸椎が形成され、3段階目に個々の頸椎が伸長した。本属の首は 他の賢竜との椎骨数の比較からすると、主に脊椎の頚椎への移動によって伸長している。新たな頸椎が形成された形跡はない。頸椎の伸長が起こっている形跡はあるが、これは体積物中での変形が原因かもしれない。他の賢竜のように、くちばしの先端には歯がない。上腕骨、尺骨、頭骨の長さはステゴサウルスに匹敵する。 頸肋骨は頸椎に融合する。地骨の先端はダケントルルスと同じように伸長する。ありがとうございます。